ミケーレ・パドバーノは、イタリア共和国取りの出身の元サッカー選手である。現役時代のポジションはフォワード。アスティティ SC の下部組織出身で1985年にトップチームに昇格して、キャリアをスタートさせた。1986年10月、午前座に移籍、1990年までの4年間に103試合に出場して22得点を挙げた。 小前茶は監督のジャンニー・ディ・マルセオの下で1987から88年度にセリエ C1 からセリエ B に昇格した。1990年にピサに移籍してセリエ A の舞台にデビューした。ピサでは30試合に出場して11得点を挙げたが、クラブは16位に終わりセリエ B に降格した。翌1991年にはナポリに移籍し1シーズンが終わると、 ジェノア、レッチャーナと渡り歩いた。1993から94シーズンには、レッチャーナで10得点を挙げ、クラブのセリエーザン流に貢献した。シーズン終了後の1994年に、パドバーノは、ジェノアに復帰、2試合に出場したが、同年11月に再び、レッチャーナにレンタル移籍することとなった。この年度では19試合に出場して、合計7得点を挙げたが、 順位は17位に終わり、レッチャーナはセリエ B への降格が決定した。パドバーノは、ユベントスからオファーを受けて移籍した。ユベントスに在籍していた2シーズン中、42試合に出場して12得点を挙げたほか、1995から96シーズンには、スーペルコッパイタリアーナ及び UEFA チャンピオンズリーグ優勝に貢献。 チャンピオンズリーグでは先発あるいは途中出場から数度ドゴールを決め、決勝では後半からファブリッツヨ・ラバネッリとの交代で出場し、PK 戦では PK を成功させた。1996から97シーズンにはセリエ A とトヨタカップ優勝を経験した。1997から78シーズン初頭にもスーペルコッパ・イタリアーナで優勝。 パドバーノは1997年にイタリア代表に選出され、1998フィファワールドカップの欧州地区予選に出場した。しかし代表デビュー試合となったポーランドとの試合中、ペナルティーキックを蹴ろうとして転倒し、膝を骨折するという重傷を負った。1997から78シーズン途中にパドバーノはイングランドへ渡り、 プレミアリーグ所属のクリスタルパレスに入団した。加入者年度の1997から98シーズンにクリスタルパレスはリーグ再開となり、翌1998から99シーズンはフットボールリーグでのプレーを経験した。しかし2年間で12試合1得点と、出場機会はイタリア時代と比べても減少傾向にあった。2001年、 メス及びコモデのシーズンを終えたパドバーノは現役引退を表明した。引退後はレッチャーナの職員を経て2005年にはトリノでスポーツディレクターに就任。2006年の2月から5月まではアレッサンドリアの職員を務めた。ありがとうございます。